こんにちは。こんにちは。大久保光三です、今日はねこれ福井県、福井県は三国にやってきました。で、今日のねスペシャリストとして協力してもらうのはじゃん、スミスフィールドテスターの飯田です。よろしくお願いします。大丈夫？ちょっと緊張してない？大丈夫です。今日は何釣り？今日はヒラマサを狙った後にボートシーバスを狙ってみようと思います。ヒラマサはジギングで？ジギングですね。キャスティングで。ジギングですか。はい。で、ボートからシーバス？ボートからシーバスですね。おー、外洋のシーバスですね。そうですね、今日はちょっと波も高く、さらしが出てるんでそのさらし打ちをちょっとやってみようかなと。おー、はい、それはちょっと燃えるね。そうですね。ちょっと面白い釣りできそうですか？できそうやと思いますね。今年、まあ、ヒラマサに関しては当たり年ということで。当たり年、サイズはね2キロぐらいまでなんですけど、数が釣れると。ここ最近絶好調です。大丈夫かな、ちょっと風呂敷広げてしまいましたけども大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。任せてください。飯田さんの大丈夫が聞けたところで早速ね、ジャークシーバス、シーバス船、ジーング船ジャークでね出航したいと思いますんで、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ポイントに到着しました。ヒラマサのチームね。飯田さん、ここはどんなポイントですか？水深 50m から 60m ぐらいのちょっとした岩礁帯ですね。岩礁帯、そんなに大きくはない、岩礁帯なんですけど、まあ、比較的ベイトも豊富で、シラス、豆アジ、これがメインベイトになってます。豆アジ、はい。イワシはちょっとやっぱ少ないんでね、日本から。福井はあんまり多くはない。ああ、そうなんや。へえ、そうですか。当たった、打てるよ。後押しましょうか。はい。これはね、僕はメジウムの135で、僕もメジウム135です。135、おー、はい。これカラーはなんか当たりカラーとかあったりするんですか？そうですね、そんなにはないですかね。カラーというよりもしゃくるコツというかね、あんまりこうパンパン跳ねさせない。アジってそんなにこう根の上に定位してるような感じなんで、まあ、それを意識して、まあ、あんまり大きくスライドさせないことですかね。真似するわやりましょうか。これ着底したらどれぐらいまで上げてくるの？そうですね、下から15メーターぐらいですかね。あんまりこう上までは追っかけてこないですかね、最近の感じでは。なるほど。ここで今狙ってるのはヒラマサでしょ？はい。で、それ以外の魚が食ってくることもあるんですか？そうですね、まあワラサ、メジロとかワラサぐらいですかね。あとは今もう当たりましたね。当たりましたよ。ちょっとうねりが大きいですね。うねり大きいですね。これはこの辺りではナギって言うんですか？言わない。いや、言わないですね。言わない。今日は結構しっかりしっかりうねってる。しっかりうねってますね。日本海やったらこれぐらいをナギって言うんかなと思ってました。そうですね、この時期やと、まあ、これが普通ですからね。これが普通。ストップとかあんまりさせないですか？そうですね、僕はあんまりさせないですけど。ストップで食ってくることはあんまりないんですか？あんまりないですかね。あ、そうね。ここ、お、ストップでしたね。ホールで当たった。あ、ホールでですか。今ホールで当たりましたけど、空振りました。あんまりこう魚の活性が高いようではないですね。あ、またや、もう嘘やん。いや、でもそこ間近やね、当たっても。あ、嘘。絶対なんかの間違いよ。あ、そらかかれへんわ。張りだっこしとった。なにこれね、今
2回ぐらい当たったんですけども、これねちょっと今新しい仕掛けを思いついたからねこういう仕掛け作ってんねんけども、まあそれは後で説明するとして、まあどうも抱っこ針を抱え込んどったんじゃないかと、こういう状態やったからかかれへんかったんちゃうかなと思うんで、こういう時どうするかっちゅうと、僕はねこれでこいのね GP リングの5番にスプリットリング2個つけてるんですよね。で片一本にジグ、片一本にアシストフックをつけてます。それをね相性悪いと思ったらこのここから外してやって、ちょっといいですか、グランドパイクの30、一回り大きいサイズの針に変えました。そうするとかかれんと思ったらこれでも引っかかりそうやから、この場合は大きくするかちっちゃくするか、いけそうやな、この30でこれでもあかん場合はもう一つ大きくするか、10、1個ちっちゃい針にするかね、そういう風にしてジグとの相性、これでねジグを使い分けていきます。とりあえずこれでいきます。そこから10m、13m ぐらいのところで来ましたね。やっと上がりました。ドラグの音が心地いいです。おお、なかなか低いや。ひらまそですか、ひらまそじゃないんでしょうかね。ほんとっすか、今活性が上がってるはずなんで、今活性が上がってるんですけどね、止まりましたね。やっとかかりました。回りますね。おっと、しゃ、平和線。よっしゃ。おお、外れた。やっぱかかり浅いね。かかり浅いですね。イエー、平和線ゲットです。メジウムのね、130g、135g ね。飯田さんのアドバイス通り、メジウムの 135g にグランドパイクの30、もたくれしてました。ああいうの忘れろだ、スーパーストライクや。あの付け。状況的にボトム中心生活で釣りするのかなと思ってたんだけども、ちょっと高いとこ、水深 15m ぐらい、オシアのね 1500HG 87センチぐらい巻けるのかな。それで20回転強巻いたところで食ってきたんで、まあ結構中層で食ってくるのかなと思って、今スピニングでやってみます。スピニングの方が巻き取りスピードが速いんでね、上までしゃくってきやすいんで、ちょっとスピニングでやってみます。で、メジウムも135から165g、ちょっと重たい目のねメジウム、これで縦上下を素早くちょっと早めにねテンポよく探っていきます。おー、
トムから20メーターぐらいまでアジが映ってるそうです。ベイトはアジ、まあベイトはアジねやからあんまりね払うこともなくスライドさすこともなくタン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 って引いてきた方がいいんやろね。これそうですね、ね、これまだか、かかった、あ違うかな、お、なんだこれは、落としたの、同時に当たったわ、なんだハマチ、なんだこれは、ちっちゃいけど、お、やばい、なんだこれは、ちっちゃいぞ、ちっちゃい、ちっちゃいです、おーほーほーやつやね、ハマチですね、すばせね、すばせですね結構もう回収に入ってる、同じタイミングだった、おごめんごめん、だいぶ上だったんちゃう、そうですね、もう回収で、おっしゃ、くた、あ、くた、こっちも食いましたよ、ダブルしたよね、念願のちょっと待ってくださいよ、うわー他の魚がジグにめっちゃ当たってるわ、あよいしょ、やずやね、よいしょ、おい念願のダブルヒットですね、ダブルヒットですね釣れましたね、釣れましたね、中層で中層、今ね、僕もあの当たってた、当たったなと思ってた、飯田さんかけてもう船長の上げてコードがかかってたんですけど、よくかけてもう一回落としたら食いました、そうですねちょっと本命の平技ではなかったですけど、うんね、まあでもダブルヒットは嬉しいね、嬉しいです、ジギングは1人釣ったら連鎖で、はい、これ確変で、これ7の絵柄で、これが4ぐらいの感じですけどもやりました、はい、今から、ちょっと船長と相談して状況があんまり良くないんで、急ぎ輪に出てるサラシの中に潜むシーバスを一回気分転換を兼ねて狙ってみようかなと思います、急ぎ輪へやってきました。伊藤さん、これ平続きするみたいな感じで、そうですね、いいんかな、あ、こう磯の周りにサラシ出てるけど、そうですね、ああいうとこを打っていくと、はい、まあまあ平続きと一緒で待機する場所をそうですね、ベイトを狙って待機しているような場所を意識して釣りすればいいから、そうですね、まああのサラシの中に打つのも当然なんですけど、はい、ちょっとサラシからあの切れて、よどんでるようなところ、あー、巻きのところ、そうですね、なるほど、比較的釣りやすいと思います、わかりました、はい、ちょっとね、もう日が高くなってしまって、本来ならちょっとシーバスの、あのいい時間からは外れてしまってるんですけど、そうなんですね、わかりました、今日はいいと思いますけどね、わかりました、はい、やってみましょう、はい、感じなんですけどね、うん、食いそうやね、これ今カラーチェンジしました、なんでかというとこれサラシがはっきりしてるんで下からもね見やすい、シルエットのはっきり見えるレッドベリー、片口のレッドベリーですね、はるか145シンキングのピンクの頃からレッドベリー、これに変えました、
お、来た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 、違うなこれ。おお、シーバスじゃない、あ、シーバス、シーバス、シーバス、おお、おー、食いましたね、イエーイ、おー、なかなか、おー、ナイスフィッシュや。サラナやね、ケツ一本ですね。今フォロー入ったんちゃうかな、いきますよ。あー、まだ入ってん今、イエーイ、はい、おめでとう、ありがとうございます。おー、日本海外洋シーバス、はい、日本海シーバス、ポテラポット食ってきたねちょっと離れたところで食ってきましたからね、サラシの、はい、離れとったね、はい、もうサラシから切れたところですね。サラナです、サラナの110ですかね、レッドベリー、レッドベリーやね、このサイズが多いですかね、このサイズが多い、うん、もうちょっと大きいのもあると思う、これ星かな、ちょっとドットあるな、そうですね、星っぽいな、ハイブリッドの個体もなんかあオルヤのね、はい、イエーイ、はい、ありがとうございます、さすが、いや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 、よっしゃ、来たよ、おー、おー、これ、ええよ、お、これええよ、よし、かかり方が悪く、変じゃなければでかいね、これいいサイズ、いいサイズだと思いますよ、変なかかり方してるかもしれんね、ちょっとでかそうやけどね、こりゃええわい、あ、忘れた、スーパーバイクですまた言う、忘れた、あが、ネタちゃうで、これお、いいサイズ、いいサイズですね、ふぅ、よっしゃありゃっちゃいいサイズですね、しょーらー、あ、ごめんごめんごめん、テスラ忘れとった、はい、おー、ええサイズやね、本職ですわ最近の、やりました、ありがとう、じらしてじらして、テドラの間を落としていくような感じでじらしてじらして、引き波と追い波つこてじらしてじらして、ピッチさせてやっとトンとくる感じでした。かかり方が下の顎の後ろ向きにかかってるから、よう引いた、得しました、よっしゃ、いつもね、僕のシーバスガイドでも助けてもらってるはるか145、145のシンキング釣れました今これ太陽に向かってキャスティングしている形なんですけども、ちょうどね、もう結構日が昇ってしまってるんですけども、この角度がまだある太陽の影ね、この防波堤とテトラの影、もうちょっとね、太陽低かったらもうちょっと外まで出てきても結構ルアーをおったはずなんですけども、今はさらし、ストラクチャー、影、この3つの要素ね、これをきっちり攻めて、多分ベイトが入ったりしたらドーンと出てくるはずやねんけども、今結構厳しい状況です。だからさらし、影、ストラクチャー、この3要素をきっちり攻めて釣ってます。あ、なるべくタイトに落として、できたらテトラの何個かを通過するぐらいのつもりで、引き波と戻し波、これをね、うまいこと使ってツイッチさせながらゆっくりゆっくりじっくり見せて釣ってます。で、まあ、ちなみに僕が使ってるこの竿なんですけども、これまだプロトです。これね、実はまあもちろん KOZ エクスペーションなんで、海外のね大きい魚、キングサーモンとかパイクとか、そんなを釣るように作ったスピニングの8フィート1インチのモデルなんですけども、あの、当然ね、こういうボートの、まあ、ボートというか船からの磯のシーバス
まあ本来平鈴木、僕結構船の足がダメなんで磯がちょっと歩けなくなってきたんでね、船からの平鈴木がちょっとはまってるんですけども、そんな磯じゃない船からの平鈴木の釣りとかね、まあ沖縄で釣ったタマンとか、ちょっと強烈に強い魚をこういうピンピンにシビアにコントロールせなあかん、コントロールフィッシングで使いやすいのにでかい魚と戦える。当然このさらしのシーバスとか平鈴木はうねり、水圧ってすごい力ですよね。そのうねりの中からでも魚をハンドリングコントロールしやすい、そんな竿を目指して作ってるんですけども、もうこれはめちゃめちゃ竿ができてます。ずいぶんさらしが小さくなってきましたね。うん、小っちゃくなってきたね。おし、食った食いましたよ。おっしゃー、ナイス。よっしゃー、あぶっ、よし、いいコンディションですね。グッドコンディションね。ちょっと細いですかね。細いですね、ちょっと。どうぞ。すいません、何から出してお仕事を思い出して、はい、シーバスのケアはお仕事なんで60にはちょっと切れますね。サラがちょっと調子いいのこれね。ドット君が好きやね。ドット君が好きやね。はい、よいしょ、よっしゃー、まだ当たってからちょっと待てました。ナイスジャンプ、よいしょ、おーよいく、あはは、また忘れとった、スーパーストライクです。よその番組やったらすぐ言うのに、ピーピーやのになんで本家スーパーストライク、おーエッチでした、よし、スーパーストライクやー、こんなんでいいか。あ、すいません、はい、おー、ナイスナイスナイスですね。これね、はるか125のレッドベリーの、これはカタクチイワシ、もうね、さらしの中でも下から見やすいようにね、シルエットのはっきりしたいと色、ね、まあまあここのアベレージぐらいじゃないんですかね。鈴木、丸鈴木やりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。荒れたね。荒れましたね。荒れたね。荒れましたね。ちょっと出航を見合わせるぐらい荒れましたからね。今日1時間近くね、1時間今日か、そうですね、出航を遅らして、はい、それがちょっと運命の。そうですね、まあちょっと一番短いもんね。立ってるのもままならないぐらい。今日どんな感じでした？そうですね、まあ、ちょっとその朝のいい時間っていうのはちょっと外れたんで、うん、もうちょっと超過的には伸びてほしかったですけど、うん、でもそこそこ、まあ、いや僕楽しかったですよ。あ、僕も楽しかったです。あ、まあ、そう、はい、ジギングにしろ、シーバスにしろ、ちょっといつもやってる釣りとちょっと違って、まあ難しい状況だけど、船長ねすごいもうバチッとリンクアップして、そうですね、うん、ジギングもシーバスもすごく釣りしやすかって、はい、まあ僕めっちゃ面白かったけどね。はい、またちょっと福井に来るチャンスはありそうですか？来る来る、今後どうなんですか？
そうですね、これからはやっぱあの磯のシーバスがスポーニングに入り出して面白くなってくるのと、あとちょっとまあ冬はちょっと厳しくなりますけど、ね、春ですね。春はやっぱあのマダイシーバスのジギング、ライトジギングですね。ライトジギング、大きいのばっかり連発するという。ほんまですか、はい、大きいの連発ですよ。まあ、ちょっと僕ね、大げさに言う節があるんで見ないけどね夏はまたおもろい釣りあるけど、夏はね、あのベタナギのトップシーバスゲームですね。トップシーバス、はい、大好物ですわ。船でもよし、磯からでもよしという。ええね、いいです。いや、飯田さん、これからもスーパーストライクぜひ協力してくださいよ。あ、もちろん、僕でよろしければ。いや、もちろんもちろん、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、よろしくお願いします。終わるのおかしいから。今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。